ミルワカ休み時間ラジオ井上真でございます。ノーミルソドでございます、ということでね、サブチャンネルでございます。月曜日ということでございますね。そうですね、まあ、これ土曜日に撮ってますんでね、昼ね、最新ニュースはちょっとね、別の話題で、まあいろいろ起こってんでしょうね、これね。起こってだっていろいろ決まってるでしょうね。そうでしょ、とか初夏決まってるかもしれないし、J2 なんてもどうなってるかですからね。いや、どうなったんだ、気になるよということですが、ね、私は今夜のマンデーライブで生放送をね、そうですね、ミルワカでわーわー言っていくということとしまして、はい、さあ、ということで、先生は今日なんか持ち込みトークがあるという、そうなんでございますよ、ってことで、まーさん、ちょっと資料出していただいてもよろしいですか。残りました。じゃあ見てください。ニュー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 と出てまいりました。こちらです。はい、あのですね、2026-2027 開幕前にスプリングカップ開催、ポン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 。スプリングカップ、はい、ほう、春、あのこれ何かって話なんですけど、いわゆるあれです、秋春性がうんぬんみたいな話のところに入ってくるところなんですけど、ついに具体的な。そうなんです、はあはあはあ。で、まあ、もうすぐ今シーズンはまさ終わるじゃないですか、で一応秋春性のスタートって一体いつなのって話上がってるんですけど、なんか最短ならば2026というね、そう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 、聞いておりましたけども、はい、なんでそう、2024と2025シーズンに関しては普通にワンシーズンやっていきますと。はい、でもそうすると、じゃあ2026は夏っていうか秋からスタートなわけだから、いわゆる2026年の1月から7月くらいは何すんのって話になっちゃうじゃないですか。開くわけよね。そう、うんうんうん、なんだけど、そもそも2026年って、6月と7月に北中米ワールドカップがありますから。ああ、そうだね。だから別に春秋だろうが秋冬だろうが関係、秋春だろうが関係なく、6月から7月は、はい、ワールドカップでお休みです。はい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 。J リーグもね。はいはいはい。はい、で、だから同時、しかもあと代表の選手たちをこう出さなきゃいけない、練習させなきゃいけないっていうのもあるから、うん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 、今までのことを考えると5月の中旬くらいからお休みになると思っていただいていいぐらいなんですよ。ああ、なるほどね。だからそうやって縮こまっちゃうんだったら、もうこのシーズンに関しては、うん、スタートをその2026年の8月にしちゃって、うん、その3月、4月、5月くらいの間は、うん、それぞれの地域8分割して、スプリングカップってものをやろうじゃないかっていうふうに今なってるんで。はい。え、何月にやる？もう一回言って。春。2026年の春ですね。3月、4月、5月あたりにカップ戦やろうじゃないかって話になってる。面白いな。え、地域ごとに。そうなんです。素晴らしいじゃん、カテゴリーぶっこ抜いて。そう。この考え方最高ですね。いいですよね。なんかこう、新鮮。うん、ええ、で、ただ8グループといっても、はあ、いわゆる8グループは本当はね、1つのグループ8つずつで考えられたら、ええ、まあいいんだけど、 J リーグはまあ60チームなので、 8×8 の64から4チーム足らないですから。そう、ね、ちょっとそうだ、グループ C おかしいもんね、これ。グループ D、 そうだね、ええ、あ、琉球がいたりとか、ええええ、いや面白いけど、うんうん、なんでそういう風に通知も合わせるわけだ。まあだから、まだこれ確定で言われてるわけではないんですけど、はい、一応だから移動距離とか考えたら、まあ大体こういう風になるだろうな、というちょっと勝手にながらちょっと作ってみましたと。各グループの構成はこんな感じになりそうです。ノーミルクセレクションなの、これ。これはノーミルクセレクション。あ、そういうことなのか。あ、はい。ただ、まあ、やるやらないはまで何、全部決まってるわけじゃないの、これ。噂。確定じゃないんですけど、そう、ニュースで上がったぐらいではあるんですが、案として、こう、地域別でやってあるんじゃないかと。はい、おう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 。で、まあ、地域別っていうからには、急にね、例えば、北関東と関西を一緒のグループにするとか、絶対ないと思うので、はい、近くのね、地域でやるって言ってるから、そうなると移動しやすさとかで考えると、まあ、こんなグループ構成がリアルなのかなーってのをちょっと作ってみた感じでございますと。まあ、だから、グループ F はもう完全にあれですね、近畿で揃ってるし、まあ、グループ E なんか東海だし。高まるよね、これなんかこう、偉大なるダービーみたいな。いいね、はいはい。こんな感じでちょっとなんかやってくれたら面白いなと思うし、うん、あとまさにちょっと勝手ながらなんですけど、うん、まあ J リーグでっていうふうに言ってるから、うん、まあないとは思ったんだけど、ちょっともう一個だけ作ってみたところがあるんですよ。はい、もし各グループ本当に8つずついけるんであれば、こういうこととかできねえのかなって、ね、うん、もうワンパターン違うの、先生が。そう、あるってこと、はいはいはい、こちら、うん、4チーム足してみました。4チーム足しちゃった。わあ、クリアソンとか入ってる。南葛とか入ってる。はい、2年後。いや、ほら、3年後か。そう、だからちょっと3年あったら、時代変わるじゃん、いろいろ。そういうこともありますよね、だって。奈良クラブとかが、下坂とかね。
そうですよ。いう意味では、はいはいはい。だ例えば、はい、まだその時 J リーグまでは来てないかもしれないけど、例えばライセンスを持ってる状態とかなのであれば、例えば南葛さん、クリアソンさん、はい。だ彼らにちょっと国立使っていただいてとか。はあ、これは盛り上げにもなるということだよね。そう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 。おーおーおーだし、あと例えば、あのグループ E のところ見ていただけたら、うんうん、ホンダ FC さんにちょっと入っていただきまして。見たい、超見たい。やっぱほら、G2 クラスはも力として持ってんじゃねえかって元からずっと言われてるじゃないですか。まあ今年やがいもう何年にも言われてますよ、何年も。ですよね。はいはいはい、じゃあ実際に J と同じグループに入れたらどうなんのかってところちょっと見たくない見たいですよ、それはもちろん見たい。めちゃめちゃ見たいですよ、これは。ですよね、うんうんうん。で、あとはグループ F のところにあの、レイラック、はい、シガさんをちょっと入れさせていただいて。レイラックさんのエンブレムなんですね、はい、一番右は。はい。そうですね。うんうん、なんで今ね、現状の JFL の、ライセンスの可能性組だったら最も高い位置にいるのが彼らだっていうところがあるので、一応南葛さん、クリアソンさんとあとホンダ FC さんと共にちょっと入れさせていただいた感じなんですけど、でもいい加減にしてくださいよ先生。なんでしょう。どんだけワクワクさせるんですか。身も心も頑張って健康に生きていこうこの時までって思っちゃうじゃないですか。いつもだよ。これめちゃくちゃ見たいよね。ワクワクさせてこれいたずらに私を。いいですね、なるほど。ちょっとやってもらいたいところがありますね。だって自由度高いもんね、これだってこの時限りのでしょ。そうですね。ね、うん。でこういうのがなんか広がっていろんな発想にねつながっていく可能性あるもんね、うん、これね。そうですね。はあはあはあ、いやだからなんかいいかなと勝手ながら、うん、まあ、二度とカレンダーに入らないでしょうけどね。ギシギシの、そうだね、でもだから例えばですけど、はい、あのこれは僕が勝手に南葛さん、クリアソンさん、本田さん、本田 FC さんとあとレイラクさん勝手に入れたところがありますけど、はい、これをちょ来年と再来年これの予選やっても面白いんじゃないかなって思ってるんですよ、うん、またその掘り下げてすぐ要は勝手に掘り下げて、はい、さっき言った通り J リーグチームは60クラブなので、はい、それこそ 8×8 のいわゆる64クラブにしたいと考えるのでは4クラブ足らないわけですよね、うん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 、ってなったら来年2024シーズン、うんうん、そう、あ、これ出るためのね、そうで再来年2025、それぞれ2チームずつ、例えば天この60クラブ除いた天皇杯の最上位成績上位2クラブ、うん、なるほど、をあのこの大会に参戦させます。何新しくなる CWC 方式取ってくれてるんですか。ACL 何回勝つとかなんか何を面白くしようとしてるんですか。もう入りだがねこっちの組織に。わあ、いたずらにこれ社交心を煽って我々の。いやだってそういう子だったらめちゃくちゃ面白い感じになるじゃない。節制するよ、生きていくよちゃんと元気に。頑張るよ毎日目の前のことを一つ一つな、ね、一つ一つな。はあ、そうですよ。いやいいと思う、超いいと思う。でスプリングカップって名前もこれは何も案として出てるわけ。そうですね、新聞の記事で一応出たって形だったので。どこどこプレゼンツですかね。いや、これまたつくでしょうね、そういうスポンサードというかね。2、3年後に勢いある企業って どこですかね、これね。てかまさか各グループごとについたらより面白くないこれ。あれ、いい加減にしなさいよ。最高じゃない、最高じゃないですか。地域ごとに訴求できるわけでしょ。そういうことです、ね、最高じゃないですか。なんとかプレゼンツグループ A、なんとかプレゼンツグループ B。ね、これ面白いって。これは沢姫でグループ B はいいですか、沢姫で。誰が私の実家の酒屋。サポーテッドバイ。はあ、なるほどね。うん、それで、だって地域企業はそういうモチベーションでやっていきたい、行っていただきたいですね、これね。そうですよ、そうですよ。これは J リーグのこのだから地域くくりっていうのは非常にこう新しい感じありますよね、うん、ダービーのグループ化ってことでしょ。そうです、そうです、そうです、そこにね地域のあれが出てくる、うん、ふるさと納税みたいなもんでしょこれね。いやそうだね、これ私ふるさと納税でこのなんか開催費を賄っていいんじゃないですか。税はこの際関係ないですねこれね、税は。はあ、いやそうだね、やっぱこの隣県とねこのグループになってっていうのはテンション上がりますよこれ。そうですよ ね、 ね、
行きやすいってところも出てくるだろうし、またなんか新たなライバル関係っていうのも生まれてくる確率も高そうですし、群馬水戸ね、ね栃木でこう北関東ダービーって言ってましたけど、いやそれ、鹿島もおるよな北関東やからってなんかごめんなさいって気持ちになりました。ほらほら、いやそうですよ。まあっていうところのね、まあこんなグループがまあ起きたら面白いんで、これちょっとタラレバで喋ってるからついでに言います。これ琉球は泊まり込みですか、これはもう。いやーこれはそうだよ、ね、まあ、ホテルも土地も ねありますから、うん、ね、ユラの里とかにずっと泊まっていただいてですね、お風呂にねいや、正直だから琉球だから本当はね、九州のグループでその右下のグループ H に本当入れたかったところはあったんですけど、綺麗にこれ九州はね8個入っちゃったってことですか。そうなんですよ。はいはいはい、あとだからどの道じゃ九州の中でも、うん、あの例えば空港直結のところとかだったらまだね行きやすいかもしれないけど、そうじゃないところはなかなか ね関東行った方が意外と空想を楽しんだんだね先生ね楽しそうだね。飛行機乗ってないのにね、これ勝手にやりましたけど、やっぱ羽田だったら行けんじゃねって思って、甲府もだからこの C に入ってるわけですね。まあある意味近いかなってところ、ね。はあ、はあはあ、いやいや、なんかまんべんない感じしますけどね。まあっていうところですね。あ、グループ A が北海道東北、グループ B がまあだいたい北、まあ、関東の北の方を、グループ C はまあだいたい神奈川プラスアルファ でグループ D は東京と東京に来やすい方々。うん、だ移動が少ないっていうのがまあいいじゃない。そうなんですね。サポーターの方々もね、いろんなとこ行きやすいかなというところもあるでしょうし、でこのライバルシーンこのね、煽るっていうのね、そうですよ。これは何、抜けたらこの中でやるわけ、決勝トーナメントがあるわけ。あ、どうなんですか、そこまでちょっと書いてなかったですけど、多分あるでしょうからね、最後ね。そうですね、やってほしいですね。もしくはなんかそれ相応のなんかプラスアルファなんか得たいですね、最初から勝ち点3持ってるとかね、リーグ戦の方でね。なるほどね。おかしいよね。面白いレギュレーションを考えるんじゃないよ。何年先の話をしてんだよ。え？いや、いいね。ああ、そう。ちょっとした噂話から楽しいイメージ膨らましてんじゃないよ。毎日毎日。え？楽しいのよ、それが。期待感を煽るんじゃないよ。はあ。そうですね。なんかあっても楽しみが待ってるなって思わされるじゃない、こっちは。いや、いっぱいあるよ、万さん。これから先もたくさんあるから。これはだって T シャツとか出るでしょ？グループ B 限定の。出るでしょ。グループ G のタオルマフラーとか。あるね、買うよそんな、集めるよそんなの。まただから起点さんあたりいっぱい並ぶんでしょうね、もういろんなものが。いや起点はもうこういう状態だから、確かにね、元からね、毎日がスプリングハップみたいなね、ほんと気が気頭おかしくなるぐらいもうタオル貼ってあるんだからね、ほんとだよ、いくら汗かいてもあれ壁で拭きゃいいんだから、ね、やめろはあ、いやそうですね、高円寺のスポーツバーのお話ね、そうですね、なるほど、はい、というところでございます。なんで、ここに至るまでも、ただね、うん、まあ、さ、やっぱほら、はい、まあ、今シーズン、まあ、先ほど言った通り、まあ、実はリーグ戦的に、まあ、終わった状態になってると思いますけど、はいはいはい、あとはね、来週から、まあ、実はプレイオフで、J1、J3 も佳境に入りまして、うん、で、来シーズンに関してはもう、のっけからまずはアジアカップからスタートですから、はい、1、2月がアジアカップ、3、4月にアンダー23の方のアジアカップ、うん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 、で夏にはパリオリンピック、うん、で最終予選がスタート、うん、で2025年にも最終予選は続きつつのクラブワールドカップ2025、刺激が強い、やめてくれ、もうやめてくれもうやめてくれえ楽しいことだらけだなって思うと思うだろ、そんなこと言われたらやめてくれもうなんで怒られなきゃいけないんだろう、ワクワクするだろうえ生きててよかったなって思っちゃうだろいい、ね、思ってくれよ。あ、そういうことですか、はい、それがサッカー界のやり方ですか、やり方でした。あ、日々を頑張りましょう。これキレッキレのアイディア持ってきましたね先生ね。これはやってくれたな、やってくれたな。いや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 、本当はこんな噂ないんだろ
ないところから喋ってんだろ、また。またっていうか、いつもそんなことないけど。なんか今日走ってんだろ、ドッテナムの遺跡話とか、龍が如くとかでなんか、買ってさ、テンション上がっちゃって、もう、嘘だろ、これ、こんなないんだろ。あるよ。え龍が如くも楽しいけどやってて。やってんだね、今ね。やって、面白いです、ね。久しぶりじゃない、がっちりゲームやるなんて先生ね。そうです ね。楽しくて仕方ないです、ね。どういう話なんですか、龍が如くっていうのは。まずシーズン以降の、可否から始まって。っていうことですか何の龍の話なん主人公が各所、ね、との調整に走り回るっていうゲームですか。その部分だけはちょっと合ってるなと思うけど、うんうん、合ってんのかい調整みたいなのする役そう巻き込まれる巻き込まれてる感じあるからね主人公は誰ですかあれですね野々村野々村じゃないわ違うの桐生勝馬という、うん、春日一番だけはねまず知ってると思いますけど春日一番は知ってますよはいそうですよね、うん、1個だけやりましたから、はいその春日一番のその龍が如くセブンで春日一番が動いてる時のあのアナザーストーリーみたいな感じあ時系列一緒みたいなそうなそういう深さを持ってるのそうなのどっかですれ違ったりするのしますマイケル・ J ・フォックスが歌ってる上でマイケル・ J ・フォックスがはしご渡ってるみたいなあの、ね、本当に交錯します、本当でもまさかそこまで行ったか分かんないけど実際に自分の中で出てくるシーンを、違った視点からこう見るとか出たその頃若い頃のお父さんとお母さんがダンスパーティーで踊ってるとでも自分のこと好きになっちゃうんだよねでパンツ洗ってもらってねカルバンクラインって呼ばれちゃうんだよね、違うこれ名前じゃないメーカーなんだよっつってそういうことですか全然違うけどそういうことだよあそうそうだねコードネーム上流の話でございますねうん、何の話だよ関係ないでしょ今サッカーの話してるのに大変失礼いたしましたもういいやそうだねあのな花輪はきっと多分龍が如く5のあいつだったんだろうなとかもいろいろ思うこととかいろいろあるんですけど何それちょっともうめちゃくちゃ面白いんだよね俺ほんと中途半端なところでね止まってるから龍が如くそうなんだもうちょっとね、まずは進めれば、あ、なるほど、この時のここの部分だなって分かる部分がある。もう話忘れちゃったよね。もうドラクエも放置しすぎて、もう今、久しぶりに復帰しても何していいか分かんないんだから。ゼルダの最初のやつも、最初というか。で、新しいサッカーゲームが出てね、またね。そうなんだよね。新しいゼルダやってんだから、前のゼルダ途中で放り出してんのに。ね。だけど、可愛がってた馬だけはちゃんといるんだよ、同じ馬宿に。どういう気持ちで俺を乗せてんだろうと思って、ね、お前まだ終わってねえだろ前の事件解決してないのにこっちの世界でこき使われてんだまたほうほう言うてねえどういうこと何の話なんですか何の話だ本当にいやということでスプリングカップこんな感じであるらしいですよって話でございましたあ春は待ち遠しいですねこれはねそうですねありましたはいありがとうございますさあ皆さんありがとうございますいかがでしょうかね、うん、本当なんですかとかまたまた、またまただ先生とか、わあいいですねとか、うん、うん、いろいろいただければ嬉しいです。私は龍が如くはね一からやっていますとかね今、いやいろいろコメントいただけるね嬉しい。お願いします。はい、わかりました。お願いします。この間のげで飲んでましたらね、なんかちょっと酔っぱりすぎたのかな。うんうん。スタミナドリンクがいっぱいある空き地を見つけましたよ私。のげの外れに。ね、あれこの先武器屋だなみたいな角見つけましたよ龍が如くやってたあれと思ってのげで飲んでただけなんですよあれ俺ここ来たことあんな俺この橋で上からボウガンで撃たれたことあんなって同じ橋いやちょっと飲みすぎてたんすね俺ねコミジュールからね撃たれたやつね、のげかモデルですかあれこの飲み屋街の上俺泊まったことあるなみたいなスナック、ね、パーティーに一緒だった女の子とちょっといい感じだった気がすんなここでみたいな本当にテーマパークみたいな、ね、今回のげたあと道頓堀出てきますから、ね、俺この河原であれだぞリアカーヒデレースしたぞみたいな空き缶拾うやつねあれっていうか俺ここのソープで育ったよなみたいな歌舞伎町ね、歌舞伎町ね、ゲームの話ね、ゲームの話。あれ、俺この牛丼屋の前で自転
さあということで途中でね記録媒体の容量が切れるということでね、まあまりにくだらない話をしすぎてパソコン怒ったんだと思いますんでね関係ないんだもんね。確かに関係ない。これはあの僕のパソコンのなんていうんですか、もうシンギュラリティってきてるんですね、うん、先生ね。起きてるでしょうね。何の話だよっていうことでしょう。ブズッと切り寄ったんですわ。しまいです今日はということで。はい。ね、ありがとう。ありがとうございました。しっかりと明日からもねサッカーの話とね、それ以外をしていきたいと思います、ねうん。よっしゃ。ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。マンデーライブで9時から、ね、生配信待ってます。いっぱい魚にしましょうねということで、さあ、うん、どんな週末だったんでしょうか。皆さんまた皆さんのね、気持ちを教えていただきたいと思います。それではまたお会いしましょう。井上でした。ノーミーソトでした。ほんじゃらね、待ってるぜ、ま、こんなんだった。違うかな。違うか合ってるかもな。でもな